やばいわ、デカよ。何、デカ。今日でちょうど12年目だよ。お前は覚えちゃいないだろうけど、父さんのことなんかいいじゃないか、棒がついてんだろ。怖かったですね。なんていうことでしょう、この呪われた人間の運命、しかも残酷の中に笑いまで込めた本当の異色作品でしたね。それでは次の作品ご期待ください。さよなら、さよなら、さよなら。